二大子者を描いた肖像画、第二代ウィンザー子者ハーバート・ウィンザーは、イギリスの貴族、地主、トーリー島の政治家。初代ウィンザー子者とシャーロット・ハーバートとの長男として生まれた。1734年にブランバー選挙区から立候補して不成功に終わったが、一族の支配下にあるカーディフ選挙区から反対なく選出されて、1738年まで。 その遺跡を占めた。1735年にアリス・クレバリングと結婚して6万ポンドの持参金を得ている。1738年に父の死去に伴ってウィンザー死者とマウントジョイ男者を継承するとともに貴族院に列した。1758年1月25日に54歳で死去して同年2月9日に。 ソールズベリー大聖堂に埋葬された。彼には男子がなかったため、爵位は廃絶した。一族の辞書は長女シャーロットが相続した。シャーロットの夫である第四代ビュート伯爵は1796年にビュート公爵に登った際、同時にウィンザー伯爵に上されて、一族の名の再興を果たすこととなる。1735年8月12日に、 アリス・クレバリングと結婚して、カズオ事情を設けた。ありがとうございます。